こんにちは。暑いね、今日も。暑いで。今日は、セブンデイズトゥーダイやっていこうと思います。でね、ちょっと今日はいつもの昼配信。ね、時間が遅いから、今日はちょっと長めにできない。短めに終わっちゃうかもしれないんですが、まあ、2回目？ 3 回目かな？ 3 回目の行動をね、ちゃんとやって終わりたいと思います。あれ、変幻、あれが出てないな。ちょっと待ってな。翻訳できてなかったね、今。もう一回つけます。できたね。まあ、3回目のね、行動やっていこうと思います。じゃあ、早速やっていきます。よろしくお願いします。現在の状況としては、ゲームステージ63、レベル34。まだ死亡回、まあ、死んだらリセットなんでね。まだ死亡回数は0。スイッチ連携で、部屋さんのクエを回しております。でもう、あとどれぐらいだったかな？今10、部屋さん60分の48。残り12ポイント、部屋さん。あと、ティア3のクエスト4つだね。4回クリアすれば、ティア4に行けるということで。よいしょ。今21日、ボードの日になったので、まあ、ボードを今日ね、やりたい。今回の回をやりたいと思っています。で、今回は、前々回ぐらいに作った浮遊拠点で、行動をね、乗り切りたいと思いますので。よいしょ。水はいくらあってもいいからね。よいしょ。マジで水がいくらあってもマジでいいんだよな。粘着剤を作るから。ちょっと一回料理を作れるだけ作るか。ステーキじゃない。まあ、はい。なんかな。
投げ物がいるんだよな。だから、ここら辺パイプ爆弾とか、モロトフがいるから、パイプ爆弾作るか。はい。早くそんなないんだよな。そう、弾が足りないんだよ、弾が。海の弾作んねんって。今まで、迎撃拠点がね、近距離だけで対応できる拠点作ったんだけど、そこじゃちょっと厳しいって話だから、今度は浮いてるからね、普通に、弾とか投げ物で勝負しねえといかんから。パイプ。早くちょっと使いすぎ。あ、いいや。今度は、10ミリの弾がない。結局、早く作んねえといかん。じゃあ、早くここ入れて。硝石と石炭がいるから、これいくか。準備しますね。もちろんちょっと作んねえとな。やばい、収穫もしねえと。石炭掘るか。よし、ちょっと火薬を作ろう。弾を作ってやな。ボードに備えましょうか。痛い。これ鉄？鉛だ。鉛じゃないんだよな。鉱石が欲しい。ここか。よいしょ。
と今日は地味な採掘の、作業から始まっちゃったけど、まあでもこういう回もないと生き残れないかしかないか。今全力でコードの準備してます。まあ多分ねそんないらんと思うよな。まあでもどっちにしろクエスト行くときもねまあいるから、ピストルのだからこれからのことを考えるならどっちにしろしなきゃいかんそやから。ディープカット、いや、ダンスティンガーやらない。もうあれか、いまだに石ショベルやけん作ってもいいんだけどな。多分材料が足りないんだろう。鉄鋼ツールに、ダクトテープ、あ、鉛だ、鉛もいるんだけど今は火薬が欲しい。火薬もね、はよ化学実験ステーションができてから、材料がね、石炭1、硝石1で作れるんだけど、別に化学実験ステーション使わずにも作れるんだけど、2個いるんだよな、その場合。石炭と硝石が。だから、本当はね、こいつが悪いんだよ。まだ、化学実験ステーションができてから、やった方がいいのは分かってんだけど、死んだらな、この縛りだとリセットやけん、なるべく弾の準備はしといた方がいい。多少効率悪くてもあんまりそのクエストを早く回して、そのパーク実験ステーションティア3かティア4か忘れたけど、その報酬であるんだよな、ティアが上がる時の報酬で。パーク実験ステーションそこまで我慢してもいいんだけど、多分この二人だとそこまで行く前に死ぬ確率の方が高いから、ここは早くもう実験ステーション作る前に早く作ろうか。ノーマルゾンビとかはな、普通に倒せるんだけど、別に弾じゃなくても、接近戦のね、武器で。ナイアウルフだなぁ。あと特殊ゾンビ。ペラル以上の特殊ゾンビとかが、やっぱね、まだあんまり出てきてないんだけど、めちゃくちゃ硬いんだよ。弾がすぐなくなっちゃうから、弾は作んねえとな。昨日、日にちが赤文字になったな。69年の抱負をそこまで上げてないから、あれだね、ちょっと。退屈のスタミナがすぐ切れちゃうな。素早さの切る、今何あげようとしてる？ナイフとハンドガンか。これあげ終わったらどうする？
伸びる距離のコフ取ろうかね。次石炭、石炭を掘るにしよう。こっち行くか。家に近い方のね、石炭の掘り場所ここか。あんまなかったんだよな。だから別のとこにも掘ったんだけど、石炭の採掘場所。ただここもなんか微妙にないような気がしてきて、まだこんな掘ってないな。あれ掘ってみるか。これで、手で作ってもいいのか。手製の火薬で、あんま作るか。とりあえずやれることをやろう。なんか鉛が邪魔すんな、どこの採掘場所でも。鉛もいるんだけどな、言うて。ただ今じゃないんだよ。レベル上がったな。採掘は、いやー、上がらんわ。じゃあこっち先やな。ディーパット。はい。
メントミキサーって、まだ当分作れんのかな？当分作れんね。11冊か。全然やな。本が読めてねえわ。うん。あと1時間ちょい。まあ、ボードはやれそうやね、なんとか。ボードやって終わりかな、今日は。とりあえずこんだけ掘っとけばいいか。いやー、うめえな。よいしょ。やばい。石炭が、来てしまった。横とか掘っていくか。うん。微妙なんよな。鉛っしょ。やばい、石炭が枯れたかも。しかしてマジで石炭ってあんまないのか、もしかして。あったあった。壊してきた。これ、鉛だろ？ち、鉛多すぎ。鉛、あ、し、ち、なんて読むの？ CH33193。あれ、コメントありがとうございます。鉛多いなぁ。今ね、弾薬を作るために火薬作ろうとしてね、石炭掘りに来たんやけど、だからいつも石炭の採掘場所ち、まあ必要かな、出ちゃうんだよな。あれ、ちょっとこんなもんで、よいしょ、あんま作ろう。入れて、よいしょよいしょ。まあ、こんだけ送っときゃいいか、多少。機材は、まあちょっと、いようかな。あ、いた。早めに準備して、あれしとくか。シーザー、よいしょ。パイプ爆弾は、もうこれで多分、足りるから、あとは、弾やな。弾。パイプ爆弾、足りる。よいしょ。あー、これは、爆発物がまだ読めてないみたいな。ちょっと待って、なんか変なことした。あ、これ、机で作れない。なんか、おかしい。あ、ごめん、こっちだ。これで、あ、あ、
9ミリを今、使ってるから、9ミリ。よいしょ。9ミリ。これも読めてないんだな。ピストルビート。ハイパーにするのもありやな。はい。ね、こっちか。遅えな。で、ジャックは、編集やろ？弾頭は？あまり引かせって言ってるのか。やばいやばい、時間がない。よいしょ。火を持っていくか。向こうに持っていくもの、弾と、投げ物。あーでもこれ剣持っていくの危ないか。いや大丈夫と思う。そうだった。まあもっとそんないらんかな。はい、今回、パイプ爆弾でやる。薬。蜂蜜はそんなにいいんだな。あ、もしもの時のメガクラ。こんなもんかな。よし。ここで迎え撃つんだけど、このブロックに変えてったらいいかな。土だとなんかえぐれちゃいそうだよな。余裕だったら直そうか。よいしょ。なんかね、判定が残ってるらしくて、これで空中拠点ができるらしい。箱を置いて、よいしょ。ち、やば、わら。ここにいるとゾンビが来ても、叩かれないらしくて、で、あの、シャッタードアかな？シャッタードアの柱が、なんか、殴る判定ないらしくて、わかんないけどね。今アップデートが何回か来てるから、もしかしたら、判定が復活してたら、食らうんだけど、邪魔やな、正直。いや、邪魔、ちょっと邪魔か。まあいい、まあいいか。埋めちゃえばよかったな、これにな。どうするか。ゲロとか、警官のゲロ来るから。いっか。とりあえず、石も入れて、ダモかな。玉石ちょっと作っといて、直せるようにしとくか。うん、玉石作るか。今回の報道はここで、あ、言うてゾンビが殴ってこねえならここでずっと突っ立っときゃ報道が終わるまでねえ生きれるんだけど、なんかこことか穴めっちゃゾンビがさ、なんか変な挙動しそうだけん、なるべくなんかこうなんか
天下一武道会の武道場みたいにしてさ、ブロックをこう、置いて、穴ほげないようにしたいんだけど、間に合うかな？一時、うん、ショベルが弱いんだよな。あ、一応、こっちの旧迎撃拠点もあるから、多分大丈夫とは思うんやけどな。危なくなったら逃げればいいし。よいしょ。ん？ちょっと待って、なんか嫌な、貞子の声したぞ。いや、どこに行くかわからん。ち、貞子だ。うん。やべ、貞子どこだ？これ中かな？やべ、これ気づいた時にはね、大軍を呼び寄せてる後になったら大音やけん。やべ、わからん。どこだ？耳を澄ませろ。中かこれ。あ？どこ？あ、いた。あ、しかもフェラルだこれ。やっぱ。あいつに殺されたらシャレにならんの。ち、呼んじゃった。呼んじゃったね。あー。読んだな。バイバイ。じゃあ、いや、まだ比較的あれだな、少ない方だったな。危ねえ危ねえ。コードが始まる前に、びっくりしたな。カラフル。ご飯があんま作れてねえの、良くないな。やっぱヒート値がこれなりに高いからしょうがないけど、なんかこの拠点もね良くないんだよな。なんか貞子が湧いてもなんか処理すんの気づかないんだよな。なんか変なとこに入っちゃってんだよ多分。そろそろ引っ越さないかんかな。一回貞子が余裕なくて事故りそうになったことあるから、一番やべえのはあれだよな、やっぱ。ただこう放置がやばいから。ヒート値上がるものを別に作って、その、自動でただこう狩るみたいな、そういう小屋みたいな作るか。これで、自動で作ってみる。クエストちょっと報告してこよう。ああ、で、あと店で、なんか買えんか見てくるか。ここもまだ完成してないしな。ぐらいな迎撃拠点作りたいのがあるけん、まあ、暇な時作ってもいいんだけど。Slap that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it? ワイプバカ。
ピュッピュもらっとった。Hey, jerk. You need... let's get one thing straight. You gonna buy some food or just stand there like a goddamn idiot? 4000ちょいある。ユニティハンマーは、ホテルも欲しい。ハンドガン。ハンドガン欲しいな。一応、手は、手榴弾いいな。ブレードトラップがあったら絶対買いたいんだけど。あと電流トラップないね。貯めとくか。本だけ買うか。ハンドガン。ハンディランドってなんだ？風流ツール。クラフトスキルあるけど。赤いグレネード水に投げたことあります？いや、ないっす。なんか怒るんですか？なんか、怒るのかな？ないよ。爆発すんのかな？買ってみるか、これ。接触起爆手榴弾やけん。あれするんじゃない？水の上で爆発します。そうなんや。これ買っとくか、ちょっとな。水の上で爆発すんのか。Thanks, buddy. 普通あれだよな、水の中で、なんか爆発するイメージなんだ。接触やけんあれか。水でも、あれなんだろうな。そういう判定になるんだろう。4時13。まだ時間あるな。バグか何かわかりません。ま、多分、俺はやったことないけど、昔から多分そうなんじゃないかな。で、普通の手榴弾だったら、あ、でもなんか水の中に入れたらさ、火が消えそうな感じするけど。あ、でも関係ないか。普通に水の中にね、ボーンって入ってから爆発しそうなイメージあるけどな。接触やけど、そういう挙動になるのか。ちゃんと農業もこなすか。よいしょ。よいしょ。種がないな。種ちょっと多めに拾ってこないか。よいしょ。あんま作れそうにねえな。
まりもうなくなったのか。ドタバタになりそうやな。火切って建築続きあるわ。まあ次回かな、クエスト周りは。今日はあと1時間しかないから、ちょうどやって、終わりかな。次回、ティアさんクエスト終わらして、まあ、なんとか、ティア4まで行きたいなぁ。あんま急ぎすぎても、死ぬだけだから、運命レベルを一気に上げちゃうとなぁ。気をつけないとな。よいしょ、正式版になってから、一回、デフォルトのね、難易度でやったんだけど。やっぱティア3クエとティア4クエは全然違うな。アルファ版のティア5ぐらいの難易度があるか、多分ティア4クエは。敵が勝てんだよな。で、多いんだよな、なんか。増えたんだよ、多分。被爆ゾンビが出てくるようになるから、ティア4。被爆ゾンビが勝てんだよな。デフォルトでもそう感じだから、多分、この狂気はもっと硬いはずだよね。難易度は多分跳ね上がるから、あんまり。それはやばい。うん。あんまりね、今までみたいな感じで、どんどん文明を、とりあえずクエストを上げて、クエストこなして、やっちゃうと、えらいことになるから。ちょっと。ちゃんと装備とかね、整えてからどうかな。あんま急がずに。逆にさ、このなんだろう、セブンデイトゥーダイってその7日に1回フォードが来ちゃうから、あんまりのんびりしすぎてもだん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 ステージレベルが上がって、そのフォードにね出てくるゾンビが大変になるからあるんだけど、だから急いでクリアした方がいいんだけど、逆に早すぎると今度はクエストがクリアできなくなる。死亡したら、その、若干ね、難易度が下がるから、コードの、その、来るゾンビとかの、ね、レベルも落ちたりとか、数が減ったりとかね、64体に設定してても、死にまくったりすると、なんかちょっと、少なくなったりするっぽいから、そこら辺で多分調整取ってるんだよ。だから、死んだらリセットみたいな縛りでやってる時は、もう、これがないから、やられちゃうんだよな。クエストラだから、マルチでね、人が、二人以上いればね、クエストのゾンビの量は人が増えても、変わんねえから、ね、いけるんだけど、ソロでやる場合は、フォードは楽だけどね。マルチでやると、今度はフォードが、この分ね、人が、プレイヤーが増えれば増えるほど来るゾンビの量も増えるから、あれなんだけど。クエストはやっぱ、人が多い方がいい。これをもう一個に作りたいんだ。
あ、待って、俺、そこに、なんか、土台作るって言ってた。やってないな、ちょっと。間に合うかな。あ、玉石作るって言ってて、作ってないや。自転車直さないと。よいしょ。電車。ああ、たまに作ってない。粘土、やべ、粘土ねえな。あ、あった。粘土。そんなもんでいいか、釜は。修理キットは？あれ修理キットなくね、俺。まずいぞ、修理キット。どっか直したか。あ、これまずいです。修理キットね。ちょっとしかないね。ああ、忙しいな。アクトテープ。接着剤と。これか。足切れか。よいしょ。やばいやばい。前回のシーンがクソ取り、わら。クソ取りで死んだ。俺ね、励まし苦手なんですよ。まあ、多分好きなやついないと思うけど。だけは本当ね。苦手だわ。ち、当たり判定おかしいでしょ。ついては逃げる、あの感じがほんと嫌だな。ヘビーだな。ちょっと間に合わないな。いろいろ持ってきちゃったな。まあいいや、とりあえずこれで歌うと。おお。お。ダイヤウルフだね、問題は。前回苦戦した。で、これ絶対落ちねえようにしねえ。したら向こうに逃げる。多分、今回から鳥が来るから、鳥は、ここで殺すとして、横、これゲロが貫通すっから、警官、早めに殺さんといかんな。こんぐらいか。甘石強化とか。
うん。まあ、多分、こんな、多分大丈夫と思うんだけどな。あと1時間あるっけ？ちょっとする。網の隙間で鼻毛物投げれませんか？ね、この俺が使ってる格子かな？格子は多分ね、通るのかな？多分銃は通るけど投げ物は通らないと思うんだよな。あー、どうだろう、ちょっと待って、やってみるか。うん、通らんね。うん、通らん。ち、ダメなんだ。うん。これは銃しか通さないって。ゲロ、ゲロも一応通さないんだけど、ゲロで壊される可能性があるんだよな。だから本当は警官のゲロを、対策するなら、視認されないように普通の、こういうブロックにしないといけないんだけど、これだとゾンビが見えないから、とりあえずこれで作ったんだよ。でもどうしても、警官のゲロが、めちゃくちゃする感じだったら、ちょっとまた作り変えないといかんな。って感じっすね。しゃがむとなんとかなるんでしょ。あー、そうかな。そうなんだ。あ、基本、これは迎撃拠点っていうよりは、なんだろう、叩かれないんでらしいから、俺もまだやったことないんだけどね。ゾンビがね、たら右往左往するっぽいんだ。で、俺がここにいるから、ここの下に集まるけん、ここに落として倒すみたいな。まあ、うまくいくかどうかちょっと初めてやるんでわかんないけど、試してみましょう。それだったらこの解体専門家上げとった方がいいけどな。楽しみだ。通用するかどうか。一応、この、モロトフに自爆しそうな感じあるけん、飲み物もちゃんと用意しとかな。さあ、3回目のコード。メカクラッシュも持っとくか。あとは、よし、さあ始まります。ぬるい感じになっちゃうかもしんねえな、もしかしたら。あ、いけそうならあっちに移って、あそこの拠点で戦ってもいいけど。さあ、始まります。さあ、うまくいくか？という拠点。来てるね。来てる。来てる。始まった。始まったね。ああ、あそこにやっぱいるな。ある程度溜まってから投げようか。一応、ここに溜まってて、こっち殴る感じしないよな。止まってるね。ああ、4400。いいね。6個も殴ってない。ほら。ち、4400。これ何分の数分待ってる。ほら、殴ってないもん。やばい、これぬるゲーになっちゃったかも。マジで。あれ、変なとこ行っちゃった。もうちょっとあれやな。ここぐらい。7200。これ楽だなぁ。あれだね、警官だけ気をつけていれば、大丈夫そうだな。いや、まだ警官来てないのかな。スパイダーはいるね。で、鳥も、
てないな。でこうやってウユウユして時間潰してゾンビが溜まったら、ほい、これで一発よ。あ、やっぱちょっと爆発物で穴がほぐちゃうから、やっぱ下はあれだね、ブロックで固めた方がいいの。血溜まったら落ちるんでしょ。まあそれもあり、ありかもしれない。やべ、これちょっと強すぎるな。血6800。うん、いいですね。もういらんな、これ。うまい。ボーリングみたいになってきた。あー、やべ、横に行っちゃったな。もうちょい溜めようか。あー、6800。やば、ちょっと楽すぎるな。こんな強い拠点と思わんかったな。作り方も簡単やけんね、これ。ほんと、あの羽橋ってやつと、羽橋これか、これとシャッタードア。あ、あそこにちょっと殴ってるじゃん。時々殴るのかな。そう、シャッタードアってやつを、お、やべ、いけろ。やべ、ダイヤウフだ、これ、この鳴き声。来た。来たか、ついに。ダイヤウフいるわ。あ、やべ、こっち行ってないですね。やべ。相変わらず、モロトフが、ちょっと。これね、モロトフやめとったらいいかもな。この間、行かないかも、あんまり。血、美味しくなっています。あ、ゲロはやっぱ届くな、普通に。なるほどね。この石、ゲロ、準備しねえとな。これね、腹で投げて、火つけて、投げる。あー、ちょっと遅れたな。俺投げるのが下手いな。あ、いろいろ、できそうではある。あんま勢いよく投げない方がいい。ダイヤンフルいる。変だあいつら、マジで。うまくモロトフを落とせないのかな。難しいよな、モロトフ。もう一回やってみるな。やっぱ真ん中きれいに狙えばいけるな。ここにダイヤルとか、はい、今回このダイヤルにめちゃくちゃにされたんや。 HP がすげえ、3411ある、ある。これ死なんわな。こいつのまともに殺すとしたらちょっと弾減っちゃうから、無視しとこうか。もう一回投げて、これに連鎖爆発みたいにしたらどうかな。あ、あっちに火ついてないか。難しいね、これも。
こまで行ってないか。どのタイミングがいいんだろう。こんぐらい？ち、赤いやつ投げちゃいましょう。ああ、そうやね。投げるか。ああ、強え。これがいっちゃん強いかもな。手榴弾がいいね。パイプ爆弾やる、こっちの方がいいわ。多分。ち、こっちが楽だよね。こっちが楽だね。パイプ爆弾はちょっとこの、導火線の、あれ考えないといかんか。楽だ、こっちの方が楽だ。手榴弾、手榴弾作ろう。4300はうまかった。うまいね。やっぱあれだね、遠くから来る警官がちょっと怖いな。俺はここにいた方がいいんだ。で、爆発のスキル上げればもっとダメージ出るから、解体専門家か。これも止まっとんねえといかんな。パイプ爆弾をうまく投げればって感じだな。うまいな。爆発する。自爆するところだった。パイプ爆弾やっぱ危ないな、ここら辺がな。こっちの方が楽だ。警官は来てるか。ただやっぱり殴られねえっていうのは本当いいな。その拠点が壊され、あ、ダイヤウーグ死んだからあれやね、赤袋が手で落ちるんだよな。ダイヤウーグ倒したらあれ拾いたいね。こんなもんか。強く投げすぎるとよくねえ。跳ね返っちゃうか。販売がまだ分かってない。いやーでもこの拠点強いぞ。簡単なのに強い。あ、でもちょっと刺激が足りんのは確かにある。シャッタードアと羽根橋が作れるようになったら作れるから、どっちもね、そんなに材料あんまりコストないんだよね。言うてなんかゾンビタワー作ってる。大丈夫そうやな。はい、拾いに来て。3950。あ、でかいね。やべ。あんま近づくとあれやな、ゲームに当たっちゃうね。感染しちゃうんだ。ちょっとゲロだ。
な。これ火つけて早めに投げても跳ね返らなければやれるな。これがちょっと強く投げすぎてただけだな。こうやってパッパッと投げると、じゃあ勝手にドンと投げる。もちろんこっちの方が強いけど、あと2時間。あー、警官がいるな。なるべくこの下に呼んだがいいな。6200。うまいな。ゲロに入ってきた。遠くにいるっすね。あ、いるな。しゃがんどきゃいいか、こうやって。肉片が上まで来た。やべ、ちょっと強すぎちゃったが、この拠点。まあちょっと封印するか、この拠点。強いけど。また別の拠点、あっちとか別の迎撃拠点作るか。あんま調子乗ると落ちるな、これ。鳥が一匹も来ねえ。からあれ話してたらダイヤウルフが強えな。この今まだ1匹しか来てないけんいいんだけど、前回3 4匹出てきてね、あっこに見える迎撃拠点ぶっ壊されちゃったから、ちょっと気合い入れて他の迎撃拠点作ったんだけど、ダイヤウルフが来る数で難易度が全然違うな。ちゃんと来る人ですか。やべ、あ、無理。ち、黄色袋がたくさんだ。たくさんある。早く回収したいな。あ、やべ、強く投げすぎちゃった。あー、なぁ、いいか。これね、どうしても、その、最初の報道をクリアできないとか、この拠点いいよ、マジで。簡単やし。ただ、シャッタードア作って、その上に、ブロック何個か積んで、その上に、跳ね橋、積って、で、跳ね橋落としたところに、ここにブロック、ただつけて、判定が残るけん。これだけで済むから。簡単。で、殴られんから。難易度関係ない。もしかしたら
荒れ地もこれでいけるな。荒れ地100。なんか今、荒れ地オンリーとかできなくなったらしいんだけど、マップ。前ね、縛りで荒れ地オンリーとかでやってたんだけど、最初のフォードもクリアできなかったんだよね。だから、この拠点だったらクリアできるな。あーでも、シャッタードア。アンコーとかちょっと最初の7日目に間に合わないかもしんないな。解体ツールが手に入れば間に合うと思うけど。こうしてね、叩かないんで。ほら、ほら。足なんか、なんか、叩く関係がないらしくて。ほら、これが、強い。よし。完了。これで、あれなんだ、当然。コードはもうあれだな、怖くねえな。毎回なんか。コードに、コード準備に時間取られてんだけど。テスト回せるな。やべ。あと報酬上手くなってないなんか。正式場になって。本がよく出るようになってるような気がする。ほら。あー。鉄橋しかも。あー、道具。ちょっと持てねえな。ちょっと一回。一旦直しよう。鹿の子や。虎視眈々や。一回直そう。あ、に直すか。トリマに直した。広い子今なんて2時半か。ああ間に合ったな。修理も別にね、特にすることもないし、あ、ゲロでちょっとやられたブロックを直せばいいぐらいやって。これいいな。ただ面白くないよな、多分見てる人。これ強すぎるから。もっとなんか肉弾戦したいよな、ゾンビと。また次のフォードはもっとゾンビを死なないのか。もっとゾンビを身近に感じれる拠点にするか。あ、今日重たいか。やべえ、本当うまいわ。略奪品。これさ、もしかして、7 days to die じゃなくてさ、4 days to die ぐらいにして、なんなら毎日フォードにしてもいいぐらいだな。なんか、クエスト行かなくても、これで物資がなんか取れるかもしんねえ、本で。そんぐらい楽だったわ。俺結構この爆弾使いまくったけど、別にただ耐えるだけならそんな使わなくていいんだよな。もっとうまく効率よくやれる方法はあると思う。あれ、あ、バグったな、なんか。シャッタードアの耐久下がってるかどうか見るか。あ
あ、下がってねえな。これなん、ノーダメだね。ああ、ここがちょっとやられちゃったか。あれは、電鉄持ってきて修理しようか。このドアもちょっと減った。あとは、まあ、特にだなぁ。これもっとさ、その、ゲロもっとダメージ入るかと思ったけど。あれか、ノーマル警官のゲロやけそんな痛くなかったんかな。これで、被爆警官とか、フェラル警官とか来るようになると、多分、この、釜石ブロック程度じゃ、ぶっ壊してくるだろうな。あ、そしたらこっちも、コンクリートとかに変えればいいだけか。よし。防衛、終了です。さすがにちょっと簡単すぎたけん。次回はこの拠点使うか、ここで、野戦で倒す、乗り切るか、フォード。これを走り狩りして、それかもう一個。あと二つぐらいちょっと面白そうな拠点見つけたから、それ作ってもいいかもな。あれ、修理できない。あ、木がねえのか。やべえ、完封してしまった報道。あんま簡単すぎるのもよくねえな。俺もやってて、もうちょっとな、命のやりとりしてえからな。まあでも、物資ない時とか弾ない時とか、時々お世話になるかもしれないな、あそこ。遊牧民。無理。遊牧民。これ、あと何つけてんだ？スリーとか。あー。微妙っちゃ微妙やな。他のやつがいいなぁ。あとはなんかいいのねえかな。レンジャー、交渉。ローグの方が良さそうやな。そろそろ防具も自分で作る頃合いやな。よいしょ。よいしょ。暑いね今日も。あれ、鶴橋こんなとこにあったんだ。ちょっと、なくしたかと思ったら。
こんなとこにあったわ。じゃあ入れとくか。あ、いつでもね、参加 OK なので、まあ、多分入りにくいと思うから、あれだけど、一応、ほんと誰でも参加 OK なんでね、ここにあるもの何でも使っていいので、よろしくお願いします。別にこれ、ソロでやってるわけじゃないんだけど、参加する人がいないだけで、やってるだけだから。絶叫しかぶ。アサシン、本当はこれがいいんだよな。アサシンスニーク効果いいよな。まあレベル1はいらんな。ち、よし入るか入るか。ただ今日はもうちょっとで終わるから、また次回以降入ってきてほしいな。俺ね、また仕事行かないかんで、いつも3時、昼放送はね、3時までになってるんで。朝と夕方行かないかんけし。また帰ってきて、最近はちょっと夜疲れてるからやれてないけど、夜もするときあるっけ。ぜひぜひ、あ、フォローありがとうございます。入ってもらえるとね。初めてやるけど、その、ゾンビが怖いとか、やったことないって人もね、歓迎なんで。よいしょ。ありがとうございます。フォロー。よろしくお願いします。こんなもんか。あ、あれだろ、補給物資してくれたのか。なんかね、反応しないときがあるんだよな、スイッチ連携。あ、連携してるんだ。ち、あれ落ちない。落ちないか。なんだろうな。その、あれか、チャンネルポイントのやつか。チャンネルポイントのやつなんかできないときがあるんだよな。なんでだろう。あれちょっとよくわからんね。スイッチ、このも、俺が設定してるわけじゃないんだけど、この、スイッチ連携を入れるときに、なんか、拡張みたいなのがあるんだけど、それを入れると勝手に、その、チャンネルポイントにこういうミステリー用品とか出るんだけど、出ないんだよな。俺がやっても出ないし、なんかよくわかんないんで。申し訳ねえっす。せっかくしてくれたの。だけん、よく、その、なんだろう、リスナーさんでこういう、スイッチ連携でやってくれる人は、このポイント、PP ポイント使ってやってくれてる人が多いかもしれない。ああ。よいしょ。あ、また、昼放送かな。だいたいやってんの昼か。夜もやるときはやるけど。よし。あ。じゃあ、3回目のコードはね、無事クリアしたんで、まあ、次回は、とりあえずティア3を終わらせようと思います。また時間あったら来ます。はい。あ、ありがとうございます。また、なんて呼べばいいかな ?CH さん ?CH さんでいいのかな呼び方。待ってますので。また来てください。じゃあ、今日はこれで終わります。ありがとうございました。お疲れ様です。